さすがだね、仮面ライダーの諸君。君たちの精神力は私の予測をはるかに超えていた。檻から勝手に逃げ出されちゃ困るな。財団 X にプレゼンできないじゃないか。君たちを捕まえるのには苦労したんだよ。君たちの存在はまことしやかに人々の間でささやかれ続けていた。フレンド・オブ・ア・フレンド、いわゆる友達の友達から聞いた話としてね。だから私はこのシステムを使い、人々の記憶の糸をたどっていったんだ。友達から友達の友達、そのまた友達へとね。そしてようやく君たちにたどり着いたんだ。わかるかい、この苦労が。だから君たちにはカゴの中の鳥でいてもらわなきゃ困るんだよ。餌ならちゃんとあげよう、たっぷりね。敵を倒す達成感、人々を絶望から救う快感、称賛の声、尊敬の眼差し。だいたい現実世界なんてつまらないだろう。君たちがいくら体を張って人々を助けても、平和になれば皆全て忘れてしまうんだ。結局君たちは英雄にはなれない。私に身も心も委ねたまえ。君たちを永遠の英雄にしてあげよう。くだらねえ演説は後にしてよく考えろよ。敵を倒す達成感だ、そんなもんあるわけねえだろ。聞いて呆れるな。分かったろ、ここにはてめえの申し出を受けるやつなんて一人もいやしねえんだ。そうか、ならば仕方がない。飼い主の意に沿わない鳥を飼いならす方法を考えるとしよう。またいずれ迎えに行くよ、仮面ライダーの諸君。